どうも、ジョナルキト。カイトと、ウォッチ。またまた、面白そうなカードゲーム、ボードゲームを発見してきましたんで、はい。イチャイチャしないでくださいね。ドンキホーテで買ってきました。こちらでございます。ハーっていうゲームっていうね。まあ、いいじゃんって思って買ってきた日の夜のスカイピースさんの動画がこれでした。一歩、一歩早かったよね。まあでも買ってしまったものはちょっともったいないのでやります。はい。そうね。まあこちらですね、声と表情だけを使うジェスチャーゲームだと思ってください。おお。まあ例えばなんですけれども、タイトルにもある通りこちらのカード、ハーという言葉に A から H までのお題がついてきます。例えばまあこれが出た場合ですね、他にカードがこういうアクトカードっていう A から H までのカードがあるんで、これをこう配ります。まあもちくんちょっとあげてください。はい。の場合は自分だけ A を見て、 A で書いてあるお題でハーということを言って、言い方と表情で他3人が当てるという感じのゲームですね。なるほど。はい。本来のルールだとお題カードに対して全員がこうアクトカードで A から H までのカードが加えられるんですけれども、まあ、そうするとこの A を答えてしまった場合選択肢が減ってしまうので、一つのお題に対してその演者は一人とします。はい。ちょっとね、動画用のルールになってしまうんですけれども、そんな感じでやっていきたいと思います。というわけで今回はハーっていうゲームやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい。まあ、演者に選ばれた方はあそこの席に座ってもらって演じてもらいます。我こそは一番手という方。はい。おお。じゃあお題カードオープン。オープン。こちらです。うーんですね。まあ、でアクトカードを、まあ、ちょっと引いてもらって見えないように。ちょっとさ、一つさ、はい、疑問に思ったことがある。はい。俺は当てられる、当ててもらえるように頑張ればいいのか。当ててもらったらポイントが入る。あー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 、そういうことか。え、これは俺しか見ちゃいない、見えないように。ではちょっと言ってもらって。それではいいですか。はい。おお。いや、もう名演技でしょ。いや、それっぽいのめっちゃあるね。それな。え、もうめちゃめちゃ名演技じゃない。いや、なんかもう4択ぐらいあるもん俺。もう一回お願いして。続けよう。おお。ほう。分かったな。多分分かった俺も。はい、もうやばいでしょ。山県越え、真剣佑越え。じゃあせーの発表しますか。せーの G。 おー、全員分かれた。あ、俺が迷ったやつ3択だ。正解はお前ら、もう少し見る目ないあるやつだと思ってたよ。俺は E だよ。もううんざりしてたやん。もう演技力な。いや、なんか疲れてたもんね。なんで伝わらない。いや、マジ渋々同意感がすごかった。いや、それな、本当に分かる。じゃあちょっとうんざりしてやってみてくださいよ。ほら、もう一緒じゃん。ゼロポイントで。なんでだよ。ダブよ。じゃあお題カードオープン。さあ、じゃあアクトカード引いていただいて。はい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 。難しすぎる。そよ風のさあってやばい。やばい。それではお願いします。さあ、いや違うなー。いや違うのか。もう一回やっていいですか。いや、もうさあ、いや違う、そんな感じ。いや、俺はわかる。もうさっさすなよ。せーの G。 お、全員 G。 やばい。 B です。おーい、 B？ 料理を振る舞う。さあ、そういうさあ。あ、うわ、だからむずいのこれ。むずいね。いきます。はい。頑張れ。いや、もう分かりやすくね。キチと出るか今日出るかじゃない。うん。はい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 、いきますよ。それではどうぞ。頑張れ。いやー、俺もう分かったぞ。俺も分かった。え、二択ある。二択だな。頑張れ。あー、もう分かった、もう分かった、もう分かった。いや、なんかどっちでもありえるんだよな。それは、でも、あー、あー、決めました。せーの、 C。 え、C？ C。 で、俺逆に2択って C か H だったんだけど。え、俺、俺は CF のどっちか。え、怒ってっか熱くかどっちか。俺 FH のどっちかだったんです。正解は、はいはい、C です。え、え、 FF や。あ、 F です。イエーイ。CCF だから1ポイント。1ポイントやった。マジか。よしよしよし。いや、ま、これ俺マジでなかったわ。え、怒ってただろ顔が。俺熱く熱く言ってる感じも。いや、それ熱くなったらさ、
頑張れとかじゃん。頑張れ頑張れ頑張れ。いきまーす。はいはい。ふん、うーわバカむずそう。 A 見たいな。 A を引いてくれんだからもっちだな。 OK ですか。うん、はいはい、よし、ではお願いします。ふーん、あ、OK、同じやん。聞き流すだけの不運やあ、じゃあ興味なさそうに、もう一回お願いしますか。はい、決定です。はい、決定です。どっちなんだろう。いきましょうか。はい、せーの、 F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 、はい、正解いいですか。はい、正解は F。 おー、これは簡単、正直すごい。最終問題、はい、最終問題は名称見せて VS お前らというわけで、こちらの大丈夫というセリフをそれぞれ全員違うパターンで言いますので、名前とアルファベットをコメント欄にぜひ書いてください。まあ、気が向いたら正解を概要欄の下の方に貼っておきますのでよろしくお願いします。はい、はい、名称のヤマケン、カイト君お願いします。見とけへん。名称のヤマケンことカイトにね、ぴったりのお題が来ましたね。大丈夫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 ？いや大丈夫。回答をお待ちしております。下にブローッと書き連ねてください。ありがとうございました。ありがとうございました。